どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、多分絶対皆さん知りたいことなんですけど、自分に合うヘアカラーのなんか見つけ方をちょっと紹介させてもらおうかなと思います。 SNS だったりとか美容師さんとか言われるかなと思うんですけど、まあヘアメイクさんとかにもイエローベースだったりブルーベース、まあ肌の色だったりとか、あと目の色が濃いのか薄いのかでだいぶ多分ちょっと変わってくる、似合う色にも変わってくるかなと思うんですけど、まあそれをこう自分で分析したりとか、例えばじゃあどっかに行って見てもらうっていうことも結構まあ時間的にないっていう方に向けてのこれだけは最低限知っといた方がいいですよっていう見極め方をちょっと紹介させてもらおうかなと思います。でやっぱり今ってもう本当にちょっと柔らかく見えるとか透明感があるとか、なんかそういうヘアカラーが結構まあ主流というか人気なので、まあそれに合わせて今の時代に合わせたヘアカラーの色味の見分け方を提案させてもらおうと思います。でまずこちらなんですけど、クリームベージュだったり、まあベージュ系の色味なんですけど、ミルクティーベージュとか結構言われてる色味なんですけど、まあこういうのってとにかくやっぱこう明るめが好きっていう方、あとまあ黄色だったりとか赤み系がすごいもう苦手、とりあえずなんかちょっと柔らかく見せたいっていう方って結構多いかなと思うんですけど、そういう方に向けてはまあミルクティーベージュとかクリーム系のベージュが僕はおすすめかなと思います。で洋服だったりとかも明るめの洋服着たいという方は結構こういう色似合うかなと思うので、そういうミルクティー系のベージュにした方がいいかなと思います。で次に、こちらアッシュ系の色ですね。でアッシュ系の色っていうのは髪の毛が退色していた時にちょっとオレンジっぽくなる方っていらっしゃるじゃないですか。ああいう方に向けてはこうアッシュ系の色をのせる方がいいかなと思います。でなぜかというと、そのオレンジ系の色とアッシュ系の色ってこう打ち消し合う色味になってて、まあ、いわゆる補色っていう色味なんですけど、それになると、髪の毛が、くすんで見えてくれる、どっちかというとこう柔らかく見えてくれる、色になってくれるので、オレンジに抜ける人はアッシュ系の色をのせて、で、どちらかといったらこう大人っぽい感じの印象になるかなと思うので、肌がちょっとどちらかというと白目の人とかにも結構僕はおすすめかなと思います。でその次にこちらの、ラベンダー系の色、そういう方っていうのはどちらかというとその退色してきた時にこう黄色く、抜けやすい方と、あとやっぱりこうツヤ感が欲しい、なんかやっぱ黄色く抜けるとなんかパサついて結構見えるじゃないですか。でそういう方にはちょっとラベンダー系の色入れると、それも黄色とラベンダーでちょっと打ち消し合ってくれるんですよね。だから黄色みが少し消えやすくなる色になるので、そう入れることによってまあそんなになんか赤っぽくもなりすぎず、どちらかというとちょっとほんのりラベンダーっぽく柔らかく見えて、なおかつ黄色みがしっかり消えてくれる色味になるかなと思うので、柔らかい髪質、軟毛の方、猫っ毛の方におすすめの、カラーかなと思います。で最後にこちら、まあ、オリーブとかマット系の色ですね。オリーブベージュとかいろいろ言われると思うんですけど、まあ、こういう系の色っていうのは赤みが出やすい方、結構こう退色してきた時にこう赤くなりやすいって方っていらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方に結構僕はおすすめかなと思ってて、でそれはなぜかって言ったら、やっぱそれも補色で赤と、まあ、緑っていうのはこう打ち消し合ってくれる、色なんで、でやっぱり それをやることによって柔らかい質感に髪の毛がなってくれる、まあ、どちらかといったら髪の毛が結構太い方、まあ、硬い方でも太い方でも髪の毛の量が多い方って、まあ、比較的ちょっと赤みが出やすい方が結構多いかなと思うので、まあ、オリーブ寄りの色を入れてあげると結構柔らかい質感になってくれるかなと思います。まあ簡単になんですけど、カラーリングのこう見極め方をちょっと今日はやってみました。これにプラス、まあ肌の質感だったりとか目の色だったりとか、いつも着る洋服の色だったりとかで、判断してあげるとまただいぶグッと変わってくれるかなと思うので、まずは本当にその自分の髪の毛がどうなるかとか、どういう風に見せたいかによって、選んでもらえると、こう自分に合うヘアカラーが見つかるかなと思いますので、本当にいつも
悩んでて自分は何がいいんかわからないっていう方は、まあ、これをちょっと覚えといてもらって美容師さんに、こういう風にしたいって言ってあげると美容師さんも多分やりやすいと思いますし、あの自分に似合う色が見つかってくれるかなと思いますので、まあ、第1弾として自分に合うヘアカラーの見極め方をやってみましたんで、よかったら参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またイエローベースとかブルーベースの方法もまたやっていきますんで、よかったら見てください。それではさようなら。